里崎チャンネルジョッ、こんにちは。さあということで、はい、侍ジャパンもね、うん、選ばれましたけども、はい、まあいろんな意見ありますけどね。そうですね、うん、結構なんか賛否両論とまあ言うかいろいろね。だってもう全員監督だから誰でもいいんだもん、かちゃん正直、まあ、好みなんですもんね。そうそうそう、はい、っていうところでよ、うん、じゃあよ、はい、でまあ里崎ジャパンのね、うん、あのご支持もたくさんいただいてますけども、はい、里崎ジャパンと今の侍ジャパンを対戦するのってできないじゃん、ね、混合しすぎてるから、うん、やっぱね皆さんが楽しめるように、うん、選ばれてない人たちでジャパン組んでも、はい、結構強いんちゃうか説っていう。あ、ジャパン2チームできちゃうぐらい、まあ、そう、それでも強いんちゃうかっていうのをね、うん、今日だから24人、はい、いろんなところで戦えるように、はい、チーム組みます。ゲームとかでいやそれでも強いと思うよ。いや、その可能性ありますね。ね、じゃあちょっとだからピッチャー10人、うん、野手14人で、はい、っていうところで、はい、いやもうピッチャーはもう簡単なとこ来るよ。だって宮城でしょ。そうですね、宮城くんね、うん、選ばれると思ったら、はい、選ばれてないからね、はい、でやっぱりその俺のメンバーはで選ばれてないのは無条件で入るから西だね。そうですね、うん、でキャッチャーは、はい、梅野が追加招集されたからね、はい、だから木下キャッチャー、うん、森選手、うん、だね、はい、2人ですよね、うん、でもやっぱりそのユーティリティのキャッチャーっていないからやっぱもう1人いるんだよね。うん、あ、そっか。だからそう考えると誰、まあ、大城、中村、はい、伊藤光っていうところになるよね、はい、坂倉、うん、って考えたら、まあ、大城だね。大城どこでも守れるから、はい、ファーストを守れるしね、はい、これだね、大城選手がキャッチャーと、うん、はい、でサード岡本だね。だから岡本選ばれてないからね。そうですね、うん、岡本選ばれてないから、はい、でショートはね中野、あ、中、阪神から、うん、ショートも源田と坂本いなくなってるからね、はい、これ結構、ね、うん、ハードル高いからね、はい、セカンド中村翔吾、あ、今いいですもんね。いい、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいいだよ、はい、お、ロッテ選ばれてないけど選ばれたじゃん。選ばれましたねよかった、はい、あれ、そしたら佐藤サードでもいいよね。で岡本ファースト、ああそうですね、うん、あ、じゃあ岡本選手ファーストに入れて、うん、サードに佐藤君、佐藤でもいいよね、はい、いや全然いますね、人全然いる、全然いる、はい、まだまだ。いや、そして荻野貴司選手も外野ね、はい、入るんじゃないですか。あとやっぱ DH 佐野だから、はい、あ、ライト杉本じゃない。ああいいですね、オリックスいいじゃんね、今絶好調、あ、今いい状態上がってきてる、うん、いいですね、うん、センター大島、レフト荻野じゃない、荻野隆選手、うん、センター大島、中日の大島選手、うん、もうまあスモールベースボールよ、走って走って走りまくるよ足で稼ぐと、うん、そしたら野手が今 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 あと3人、3人だからベンチだね、ベンチ、ベンチ、はい、ベンチ枠鈴木大地ちゃう、あ、いいね、UTD ですね、うん、UTD どこでも守れるからね、うん、だって近本だね、あー、また足のある選手で、うん、足、うん、かけますよ、はい、あとじゃあ、あとはまた後で考えよう、はい、そうですね、あとは後、あとは後で考えよう、あとは後で、はい、で柳、あ、そうか、そうか、うん、俺は入れてるからね、柳ね、はい、あ、だから抑えはね、松井裕樹よ、はい、あ、じゃあ川野くん、川野も入れる、リリーフね、うん、これでまあ全員入ってるよね、一応そうですね、うんうん、俺が入れてもれた人はね、はい、うん、で、あとはじゃあ先発あと2人以上ですね、うん、今先発他高橋かな、あー巨人の、うん、でソフトバンク石川、あ、石川修太、ユーティリティ、はい、もうこれで先発も決まりますね、うん、でもあと1人石川ユーティリティだからね、あ、中継ぎでもいけるっていう、そう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 、はい、悩みますね、うん、噂かな、ああ、いいですね、うん、あれ伊藤大海投手とかは、あ、伊藤大海でいいね、伊藤大海にしよう、はい、噂じゃなくて、伊藤大海、はい、1,2,3,4,5,6,7,8 あと2人です、右の中継ぎいるね、あー、そうですね、うん、まあ三島だね、うん、こう、だいぶ人をもう持っていかれてますから、そうだよ、でもね、強いよ、うん、でもこう、誰を選ぶかってもう本当好みになってきますね、ここになると、うんうんうん、悩んでますね伊藤をリリーフにしよう、ああ、いけますもんね、うん、はい、うん、伊藤をリリーフにして、はい、ヤクルトの石川入れよ、ピッチャー、お、ベテラン、そう、うん、今勝ってきてるからね、はい、緩急つけて、そうですね、うん、で、
DH、 あの野手のサプライズ選手とあるから、はい、林、広島今絶好調、林選手、うん、これサプライズ選手、はい、おお、サプライズですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10やろ、ほら、おお、決まりました、いけんじゃん、はい、いけますね。ね、あの野手のユーティリティ性とかは大丈夫ですか。うん、鈴木大地いるじゃん、はい、これ内野大丈夫ですよ、どこでもできるし、うん、林も内野もできるしね、はい、で外野、はい、うん、OK じゃない、でキャッチャー3人入れましたしね、うん、うんうん、で何かあったら、杉本を守備固めに近本出して荻野で、荻野ライトにすることもできるし、うんうん、そうですね、ダイソーとかでもいけますしね、うん、結構足のある選手がいて、そうだね、うん、クリーンナップは岡本、佐藤、杉本だね、はい、あ、打順決めますか、打順決める、はい、1番センター大島、1番センター大島、2番レフト沖野、3番 DH 佐野、うん、4番ファースト岡本、4番岡本、はい、5番サード佐藤、おー、で6番ライト杉本、7番セカンド中村翔吾、セカンド中村翔吾、はい、で8番キャッチャー森、うんうん、で9番中田、はい、こういいんじゃん、うん、もう足でかけますよ、そうですね、1、2、5、7、9走れっから、おーおー塁に出たら必ず走るみたいな、もう、うん、もうかけます、で何かあったらダイソー近本、そうですね、うん、確かにあの本代表に選ばれた方って、うん、あまりこう足のある選手が多いんじゃないですよね、いやいや、うん、スペシャリスト用意していくから、もうそうですね、もう足でかけ回していこう、はい、何かあったらそれに惑わされて勝っていく、うん、そう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 、うん、あ、いいんじゃないですか、スモールベースボールよ、うん、総力野球、はい、でピッチャーも左右いるし、はい、でもベテラン石川に、うん、もういろんなところを任せて、はい、経験値が違いますからね、そう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 、ベテランはだから、もう石川と伊藤はどっちが先発が中継ぎかはもうその都度決めてみたいな、うんうん、これでいいんじゃない、いいです ね、 ね、いやチーム全然作れますね、うん、はい、結構足ある、うん、あれん、全チームいる、確認しちゃっていいんですか、ちょ、確認しとこう、お、今度は自分から言いましたね、うん、いきますか、いるかな、気にしないで作ったからだ、はい、じゃあ、まずじゃあ、1位からいこう、はい、セ・リーグの、はい、阪神近本選手入ってますね、西、ね、もいるね、はい、で次が巨人、はい、高橋優希投手が入ってますね、大城もいる、大城選手、うん、巨人でしょ、はい、で次がヤクルト、ヤクルトが、あ、石川の投手、はい、中日、あ、大島、木下ね、はい、で柳、あ、柳、広島、で広島、はい、広、あ、林選手入れましたね、広島なんてもう4人選ばれてるからで、そうですよ、ね、多いですもんね、うん、本代表の方が、うん、で DeNA、はい、佐野、はい、三島、三島、うん、で楽天、はい、鈴木大地、松井裕樹、うん、でオリックス、杉本、宮城、うん、ソフトバンク、石川慎太投手、ロッテ、中村翔吾と荻野選手も入ってます、西武、西武が、あ、森森森、あー、いたいた、うん、そう、本当だ、日本ハム、伊藤博美と、うん、と、カーン、あ、そうだ、カーン、お、いるね、おー、全部いる、いるね、あ、ちょっとサプライズ選出聞いてるんじゃないですか、そうやな、今絶好調だから、売り出し中だからね、はい、うん、俺も売り出し中はやっぱ使ってやりたいよね、そうですね、今調子がいい時に、うん、経験を持ってね、そう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 、あ、面白い代表になったんじゃないですか、ね、はい、これでいいかな、どうですか、はい、皆さん、はい、これで誰かがこうゲームとかで戦わせてくれる可能性は、ね、そうそうそう、多分、はい、ありますから、可能性あるからね、はい、そしてちょっと私たち探しますね、うん、結果皆さんもね、はい、あのコメント欄で、あの選ばれてない選手の日本代表ね、はい、一緒に考えてちょっと作ってみてください、それこそ好みが出そうですからね、そうそうそう、いいね、はい、いいですね、うん、